第3回みやこステークスグレード3、みやこ町長か大月みやこ、そんなことはいいけどさ、これはね、2番のローマンレジェンド、これが一番人気になってるけど、これはね、6番北高タルマエも臭いよな。旗のバンクールか、そっち行くんですか。グレープブランデーか、うん、まあこれはね、第3回みやこステークスについてはね、俺は買わないかもしれない。つかみづらい。2番のローマンレジェンドが一番人気と仮定するならば、こちらも奇数枠と。1枠に関しては両方買っといた方がいいね。サンライズモール10番でしょ、大隅1番、これね、北高たるまえが匂うんだな。あとは旗のバンクールファリーダットと。ローマンレジェンドを入れるんだったら6頭なんだけど、じゃあ例えば6頭だから軸を1頭決めた方がいいということであれば、これは6番北高たるまえを俺は軸にしちゃうと思うよ。なんでか、理屈じゃねえ、配列だから、理屈じゃない。配列がそうなってるからこうたるまえなんだ。自分の行くべき道なんだよ。人が行くべき道に悩んでんじゃねえんだよ。自分の道なんだよ。だから結局悩んでもがいて苦しいんだろ、苦しむにしても何にしても自分の道行くしかないじゃない。それをなんて言ってきた俺は。信念ずっと言ってきたよね。だけどこの信念ゆえに苦しむことを多しな、このし生地信念あるゆえにもう苦しむことを多し、それでも行く行かぬ、どっちか決めや自分で。信念なんかないんだよ、もうなんか来そうな新聞の僕は20丸だけ買いますよ、その方が楽かしんねえよの新聞5つも使ってさ、いや日刊だとこれが20丸、ユーマだとこれ20丸、トースポこれ20丸、じゃあこれだな、その方が楽だよな、選びやすいじゃん。だけど俺は悲しいから不幸かな、そうは進んじゃいかないんだよ俺はね。だから別に俺の道に乗る乗らないはさ、お前さんたちの自由だ。文字通り終わりのない旅ってことだよな。やるんならやる、やらねえんだったら最初からやらない。その結果来るものは来る、来ないものは来ないと。来なきゃしょうがねえじゃねえか。はぁ、あ、当たんねえな競馬って。それからやるんだよな。どこにたどり着くんだろうな。